平安時代では何が流行っていたの？当時の流行最先端を大公開。平安時代に流行ったものにはどのようなものがあったのでしょうか。この動画では平安時代における流行の特徴や代表的な流行ものについて解説します。着物や髪型、食べ物など当時の人々が注目したものやトレンドを紹介します。ぜひこれらを取り入れて平安時代の最先端としての生活をしてみてはいかがでしょうか。と、冗談はこれくらいに、まずは平安時代の文化について見ていきましょう。平安時代の有名な文化、有名な作品一覧。平安時代の有名な文化作品として以下のものたちが挙げられます。源氏物語、古今和歌集、土佐物語、枕草子、伊勢物語、その他にも竹取物語や日本版シンデレラと名高い落ち窪物語などなど挙げればキリがありません。このように平安時代とはある意味で文学作品が発展していった時代とも言えます。平安時代では唐の文化と日本の文化が融合され、日本独自の文化が発展した時代なのです。これらの物語は現代で触れてみても面白いだけでなく、当時の歴史がどのようなものであったのか深く知ることのできる歴史的価値の高い作品ともされていますね。平安時代の貴族はどんな暮らしをしていたのか。さあ、平安時代と言われるとやはり貴族のことが真っ先に思い浮かびますね。最近では大河ドラマ光る君へもあって、その生活がどのようなものであったのか触れる機会も増えていることと思います。貴族の住んでいる住居はとにかく大きく広く庭付きの作りとなっていました。ただ現代とは違い、壁に当たるものはほとんどなく、ミスなどで仕切りを作って生活していたとされています。部屋の壁が近くて圧迫感というのは平安時代の貴族にはあまりない感覚だったのでしょうね。対して庶民は、平安時代の庶民の住居はどんなものか。では大きな家に広々と住んでいた平安時代の貴族に比べて、平安時代の庶民はどのような住居に住んでいたのでしょうか。皆さん、縦穴住居というのをご存知でしょうか。え、縄文時代と思われるかもしれませんが、平安時代の庶民はこの縦穴住居に住んでいました。また中には貴族のお屋敷に住み込みで働くために住んでいるなど、あまり庶民の生活はそれ以前までとは変化がなかったようです。平安時代の記録を見るとわかりますが、多くの場合は貴族の生活の記録が多く、庶民についてあまり触れていないのですよね。貴族の発展、それが平安時代の注目ポイントであるのかもしれません。平安時代に流行ったもの、貴族が生み出した様々な文化。ここで平安時代の流行も追っていきましょう。平安時代のトレンドといえば、男女ともに良い香りというポイントが挙げられます。まだまだ湯あみが一般的でなく、またトイレも水洗などとは程遠いため、それをごまかすためとも言われていますが、香合わせなどの遊びが始まったのもこの頃。紫式部の源氏物語や宇治周囲物語では、生まれつき体から芳香がする香りの君という人物が出てくるなど、貴族が香りに注目していたことがわかります。また髪型、特に女性はストレートヘアが主流であり、清少納言がくせっ毛で悩んでいたというのは有名。着物では貴族の女性が着る十二人絵という華やかな衣装から、男性の動きやすさ重視の狩り犬など、美しさから機能面まで様々な用途によって用いられていたことがわかります。平安時代に愛されたお菓子、流行りのスイーツ、ソとは。そして重要なのが甘味。東西風に言いますとスイーツ。現代のおはぎの原型はすでにあったとされ、また干し柿などの果物など、また文学からも読み取れるのが、枕草子に出てくる削り氷、源氏物語に出てくる椿餅など、今とは違うものながら様々なお菓子が貴族の間では賞味されていたとされています。個人的に注目するのが、牛乳を煮詰めて作ったとされる現代でも一時注目されたソ。筆者も拙いながら作ってみましたが、不思議なことに牛乳をただ煮詰めただけなのに不思議な塩味を感じ、味わい的にはチーズとバターの境目で、蜂蜜をかけて食べると非常に美味でした。このソから醍醐というものが作られ、至上の美味しさとされ、天皇の名にも用いられているのはかなり興味深いところですね。平安時代のご飯は一日何食だった。お菓子ばかりもなんなので、食事、ご飯についても触れていきましょうか。
平安時代、貴族も庶民も食事は1日に2回でした。ただ早朝から働く役職、肉体労働者たちはそれに加えて一度軽食をとっていたともされています。労働強度によって食事の内容は変わる。これは現代にも通じますね。しかし貴族は何品も膳に並べられていたようですが、庶民はそうではなく、平安時代庶民のご飯のポイント。庶民のご飯は主に米、汁物、塩といった粗末なもので、白米ではなくあわや冷えなど雑穀主流だったとされています。ただ肉類を一切食べていなかったのかとなると少々疑問が。実は仏教伝来によって平安時代に庶民の肉食が禁止されたとのことですが、そもそも食べる習慣がなければ禁止されることはないでしょう。また平安時代末期にできた今昔物語では、庶民が肉を買いに行く描写があります。これらを統合すると、多少なりともタンパク質と呼べる肉や魚も取っていたのではというのが筆者の見解です。とはいえ、華やかに見える平安貴族に比べ、庶民の生活はかなり質素なものであったとも思われます。それを乗り越えた次の時代が鎌倉時代と考えると、庶民も力をつけることが必要とされていたのではと思いますね。日本史ライター千の独り言。平安時代、文学が発展したこともあって華やかな時代と思いますが、その一方で庶民の生活はあまり記録されていないなど、明暗分かれる時代といった印象が強くあります。それは大河ドラマなどでも伝わってきますね。ところで皆さんは現在の大河ドラマ光る君へはご覧になっていますでしょうか。筆者は毎回悲鳴を上げ、おえつを漏らし、ひどいありさまでございます。ドラマではありますが、ここからあの源氏物語が生まれるのかと逆転してみると、実に発見が多い今回の大河ドラマ。この機会に源氏物語と合わせて楽しんでみてはどうでしょうか。ドボーン。